上司国は中国の歴史書に登場する国名。西域に存在していたと言われる。五漢書に藩長の部下である官連がたどり着いた国として登場する。この上司国は現在のシリアに存在していた国家だと言われている。四季、大円伝には次のように記されている。 上司は再会に臨み、暑くて湿度が高い。田畑を耕して稲を植えている。大きな鳥がおり、その卵は亀のようだ。他に、旧登場巻194た特決殿には、武徳三年、剣士三次、上司巨乱、という記述がある。このことから、上司は620年前後に存在した、異民族王朝の一つではないかとも考えられている。ただし、 両者の記述の間には数百年の隔たりがあるため、果たして同一の対象を指したものなのかについては疑問の残るところである。中国産の木の織物は当時のオリエント一帯を支配したパルティア王国やローマ帝国において非常に好まれた。官営は一説にはローマ帝国と直接交易を行う道を求めて精神したとされるが、シリアまで到達した段階で、 中継貿易による利益が失われるのを恐れたパルティア人の案内人によってローマはまだ遥か彼方であると教えられ、やむなく引き返したという、ありがとうございます。